プロ野球ビークラブ公式 YouTube チャンネルですいつもご視聴いただきありがとうございます、えー、今回も新公園寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをいたしますどうぞチャンネル登録そしてグッドボタンもお願いいたしますさてゲストは引き続き星野信之さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますお願いいたしますあのー、それにしても私はいえー、初めましてなんですが、はいはい トレンディーエース星の王子様いやいやいや、あのー、まさにだなと思って納得するなと思ってお話をさせていただいていたんですがです誰が考えたんですか、まあまあ、文字ってやったんでしょうけど<ー>僕が記憶しているのは、はい、2>, 2年目にその配線処理で。はい セーブ戦まあ、当時、西武がものすごい強かったんで西武ライオンズが、はいええ、結局、チームが4点差ぐらいで,で、まあ、先発ピッチャーの方が打たれて4対0ぐらいで出てったんです、ねはいでまあそこから最後まで投げ切って、はい、まあプロより初勝利だったんですけど、ねはい、その時にに、まあ、ある新聞、まあ、次の日の新聞、まあ、撮ってみるじゃないですか、ええ、こっそり自分で二だにだしながらシンデレラボーイって出てったんですよ。 多分もじったんでしょうね。そこから星の王子様ってなるほど多分。ええー、もういややなと思って。あそうですか。その自分では絶対言いたくもないし、えーえー、どこからどう広まったのか僕わかんないですらまあまあ星野だから、ね。そうですね。多分若かったからっていう、えー、なんか嫌でした、ね。あそうですか。しかもこう、はい、今でもそうやってなんか言われるからね。<笑><笑> 持ち出ししまどこでも持ち出されているのでいいんですけどあまり好きではないというだけの星野王子様はやはり星野さんについた愛称だということですねトレンディエースという言われ方を評された方は他に例えば西崎さんとかだから僕より1個上なんですけど大学から入ってきているので西崎さんとか天野さんとか。 でちょうどだからその頃に同級生でも結構、渡辺久信だとか、まあ、いっぱいいたんで同級生は本当巨人だったら水野がいるとか、うん、もう各チームに同級生はいて、はい、でやっぱり阿波野さんと西崎さんが入ってきて、はい、すごい新人王争いしてんその時からぐらいですかねだから<ー>新人類だとか、うんまあ、あの時だか工藤さんも入ってたかな、ね、今の工藤監督とか西武なんか特に強かったんでね。 まあいろんな週刊誌とかでもいろいろ取り上げられたりとかはしてたんでまあそんなところの中にちょっと入ったかなっていう感じで阿波野さんと西崎さんがいてくれたおかげで昔はもうちょっとこうがっちり型のピッチャーが多かったと思うんですけど本当に僕の中一番細かったと思うんですけど阿波野さんも細かったしなんかちょっとそういう時代をこう気づいてくれたのがあの2人とか周りのピッチャーかなと思うんですけど。 結構細くてもかいいいんだみたな星野さんとしてはご自身の体型はどういうふうに捉えてらっしゃるんですかガリガリすぎてあんまり食が太くないので入った時からもうまずビール飲めと毎日ビール飲めと言われてビール飲んで飯食ったら太るからって言われて毎日缶ビール飲むじゃないですかそしたら腹いっぱいになっちゃうんですよそれで。結局食えないんですよ 勝ななことと言う思ってずっと痩せてたんですけどその2年目から勝ち出してからはプレー野球ってすごいなと思ったのは結果を出したらその体だからいいんだよって誰に言われたか忘れましたけどびっくりりした思い出があますよ結果によって見る目が変わるんだなっていうのはすごく思いました絶対だって大きくならないと勝てないよって言われてたので。 今は結構好きですけどお酒はあんまり美味しくなかったんでねビール時代もそうですよねで太らしいちょっと苦痛ではありましたけど高校からプロ入りをされてそのプロのレベルの高さですとかというところも感じていらしたとまず不安とともに入団をねだから本当に何も知らないで僕は入った。んですね 内連連携携ってあるんですねピッチャーとのランナーをつけてやったときに今、結構1軍と2軍って場所違ってやったりするじゃないですかキャンプとか一緒だったんですよ、やる場所が。で、たまたま福本さん世界の盗塁王の福本さんがランナーついてたんですよ。で、僕がマウンドでバントなのかいろいろそれはコーチが決めるんですけどけん制したりとかした瞬間に1球投げた瞬間にお前、分かるって癖が分かる。 何を言われてんのか分かんない癖ってはい、はい、癖なんていうのい全然知らなくてあここ結局、こうちょっとホームホームを見ながらちょっと足を上げて投げたら<ー>牽制だとランナーを見ながら足を上げて投げたらーホームだっていうのをパッと言われてえ,ー、えそこからっていうのがねプロの目、見抜かれそこからいろいろでもまさか福本さんからそんなこと言われると思わないから、えーえー、そういうのは気をつけなさいよっていう。う 癖っていうのがあるからみたいな話をされたときにありがたいんですけどそこからっていうのが結構ま、あ,まあ後々ずっとあとずっと苦労しましたけどね癖っていうのはでも最初本当に知らないで入ったときにはびっくりしましまたね指摘されてご自身ではそれは直しました一応直しましたけど100%直ってたかは分からないんですけどねちょっとした癖をね ちょっとグローブが立ってるとか、あここを見るなよって思いますけどね。もうそういうお仕事なんじゃないんですか。そうなんですよね。<laughs> そうなんですよ。そ <laughs> こに時間費やすも本当大変なんですね<ー>。で,でね、一個治るでしょ、はい。で特にね、まっすぐカーブで入った僕が三分の一回転を二試合連続やった時ぐらいからフォークボールをもうマスターしてたんですよ。はい、それがはまった時は良かったりしてたんですけど、はい、でフォークボールってものすごい癖が出るんですね。僕は特に。 まっすぐの時ってグローブってこれぐらい閉じれるんですけど、はい、フォークってこうやって挟むからグローブをペッと開くんです<ー>まず基本的な癖として、はい、でま,ずまずそれは絶対ダメだっていうことはまあ分かるじゃないですか、えーえー、ボールをこう回して僕は挟むんですけど結局こうグッと開いたまま回さないと<ー>閉じてて回すとクッと開くのでそれをいろいろ面倒くさいんですけど、まあ、いろいろやりながらそれでも分かるんですよね。<laughs> えー だからもう投げる瞬間にフォークにするとかっていうのをやりながらまあ本当に隠せば隠すほど分かるというなるほどだからね心理って面白いなと思うんだけどバレたくないからこうやって隠すんですよ。それが癖なんですよもう普通にこうやってやればいいのになんとなくバレちゃいけないと思うからこうやると星のそれ分かるって言われて。 隠してるて難しいなと思って。<ー>そうだから一番バレないのはもうね、はい、ちゃんと握りたいっていうのがあるんですけど、はい、パーンって握っちゃった方がわからないんですよ。<ー>ただちゃんと握れてない場合があるんですよ、ね、<laughs> その時は適当にワンワンなげますけど、<ー>たまに粉になる時もあるんで、これはフォークじゃないからどうなるかわからないんで、フォークボールの癖はすごく気になりましたね。そうでしたか。で今はコーチャって声出しちゃダメなんですけど。 僕の時、こうちゃ、こうい出していいんですよ。フォークの時に、はい、サードコーチャーが、さあ、行け。全部フォークの時やなと思って、牽制したんですよ、僕がフォークで。はい、だか本当に引っかかったんですよ。逆にバレてるわと思って、本当に。そうですね。どこでバレてるのかが、いだにわからない。怖いですね。<い>斜め後ろから、声が。 だいいた盗塁してくるのもその時なんですよね、<ー>フォークボールってワンバンも多いじゃないですか、はいすごい考えますよね、だからね、そうですよね今もそういうのでう打たれてる人もいっぱいいると思いますよ、はい、いろんな角度から、今ね、カメラも多いし、いやー本当そうです、ね、いろんな角度から見られて、大変だと思いますピッチャーは。ー多分バッターも調べればあるんでしょうけど、あんまり分かんないですね、バッターって、<ー>絶対打ってこないとかっていう癖、あればいいんですよね <laughs> 絶対打ってこない癖、データになるんですかね。 い打ってきますすよそれは <laughs> 大体ケースででかかるじゃないですかバントするんそれはまあ状況判断では分かりますけどもうちょっと楽になる方法はないかなとかっていろいろ考えたんですけど一チームに何十人っているから全部覚えられないですし配球の前に打たれても結局まずは癖出てないかなっていうところからやっぱり反省が始まってその後に配球とか。 でもあんまり癖見なくても打てる人はまたそれはそれ,はそれですごいなと思いますけどね、うん、そっちの方が嫌かもしれないですけど、ね、ああそ,うそうですね、はい、確かにそれが、まあ、落合さんだったと思うんですけど、<ー>多分落合さんは癖見てなかったと思うんですけど、<ー>ちょうど三冠王2年連続で取ってるときに、僕はちょうど1軍に上がったぐらいだったので、ま、はいえー、っすぐ待ってないんですけど、まっすぐはぱーンって、こっちにファウルするんですよほ<う>でゆるい球投げたたらパーンって打たれるんですよ。 どうしようもないんですよ、僕は売、いはい、ってくださいってずっと僕はもう<ー>セ・リーグ行った時も日本シリーズとかで落合さんだけに完璧に打たれますだから。落、えー、合さんのせいで僕は人生初めて4回3分の2で交代させられました、はい、勝ってたんですよ<ー>4点も勝ってたのにちょっとランナーが2人溜まってて落合さんだったんですよ、えーえー、うむも言わずにもうベンチから出てきてちょっとムットはしましたけどしょうがないなって 後で思いましたけどね、えー、その時はカッとなってましたけどてさんですさん、はい、プロ入りされたあたりが阪急、はい、が世代交代の時期だったかもしれないというお話もそうです15個ぐらい上の方がやっぱり、えーはい、村田兆治さんだとか山田久志さんだとか、はい、東尾さんだとかっていうところの方が各球団におられたという経営さんだとか。えーえー、そしししたらだだだんだん引退しだして 工藤,工藤さんは僕の2つぐらい上なんですけども工藤さんなんかもバリバリ活躍,活躍してましたし、はいええ、世代交代っぽい感じで僕らの同級生とか1個、2個、はい、上の人がみんなローテーションに入ってたのでいいところにいたなというのはありますね各球団に同級生もいたんでの、ええ、でみんなローテーションも入ってたりしてたので本当に多かったですよ。なるほどほ 近鉄だったら野とかね日本ハムだったら角っていうピッチャーがいたし南海には加藤慎一っていうのがいたし広島には紀藤っていうのがいてどっかの球団にはいましたからみんなローテーション入ってましたからそれはすごく刺激になりましたい。与田監督だとか古田だとか長嶋一茂だとか。 小宮山今、早稲田の監督してますけど同級生なんかすごいのばっかり山本まさは50歳までやるし山本まさが一番遅かったんですよね、スタートは。まさかの50歳までやるってついこの間までやってたみたいな感じですよね5年前まで現役だったという感じでちょっと入団当初に戻りますがチームの中での投手主力と。 とという先輩方それこそ山田久志さんだとか今井雄太郎さん佐藤義則さんで皆様は北国の募集ということで一応北の会っていうのは一応山田さんがピッチャーの親文化兄貴文で必ずキャンプの時にみんなで最後ピッチャー全員ノックするんですね。 一個五百円罰金とか、めっちゃ痛いです。僕らにしたら給料少ないから。五百円ね。で、もうちょっと高い人は千円払ったり、千二千円ぐらい払うのが一個。結構痛いから、めちゃくちゃ真剣取るんですよ。で、それを集めて。キャンプの最後の休み前ぐらいの時に、みんなでお金貯まったやつで宴会を開くわけですよ。足りない分は全部山田さんが払う。なるほど。かっこいいな。あ、でも、本当に可愛がって。 いいいたただとうそうですね育てていただいたという佐藤さんは同じ北海道だったのでよく飲みにも連れてってもらいましたしただ朝までですけどね絶対お強いんですねそろそろって言えないんですから一回言ったことあるんですけどあみたいな感じでご覧た大体4時5時まで飲んで次の日の練習をフラフラしながらただその代わり絶対2日前からは飲むな そううい教育受けました体が疲れるし水分も出るしそんな調整今は多分通用しないと思うんですけど同じローテーションに入ってた時にはたまたまいい日があるんですけどね覚悟しててたら怒られるな連れてってもらったのに飲み屋で酔っ払って寝ても怒らないんですけどスタート時間が遅れると怒られましたねお酒を飲むと意外と先輩も弱気なことを言うローテーションやってても勝てない もはい、俺も星野のカーブがあったらなってボソッと言ったんですよちょっと酔っ払っていった時に<ー>それを聞いた時にあ,<ー>あ俺の球が欲しいと思う時あるんだと思ってなんかちょっとまたその時にちょっと近づけたような気にはなりましたね。えー、よく聞き逃さなかったなと思って俺も、ね、僕も結構飲んでたんで佐藤さんなんか自分が上がりの日でも僕が先発してたら最後まで本当は帰ってもいいんですけど。 最後まで見てくれて、えー、もっとこう投げた方がいいこう投げた方がいいって言ってあ、まあ、本当に育てていただきましたね、えー、誰か後輩にそこまでしたかっていうと、はい、そこまでは知ったことはないんですけど <laughs> <laughs> 時代の流れなどもあるかもしれ、ね、だからませんあ阪急ていうところは全体でなんかそういうことをやってくれてたような気がしますね阪急、えーえー、のためにみんなでだから打たれてもだから本当に誰も文句言わないんで、うん、ん野手の方ではいましたけどね。 まあ、僕は短いイニングで終わると、はい、中五日も6日も負けても何,何してんだっていうのは、しょっちゅう怒られましたけどね。直接ですか。それは言われますよ。あのー、それはもういろいろありますよ。よだから。でも、その、えー、ストレート、カーブ、はい、そして、えっ、ー、と、フォークを、はい、あの、使いになられるのが。はい <laughs> だからですかそのボコボコに打たれたいいか悪いか天国か地獄かの時の手前でまだ2種類だったんですけど、はい、先発もやりながらちょっと敗戦処理もやりながら、はい、まあいろんな前半で7勝ぐらいしたんですよ。あ10勝いけるかなと思った時にやっぱり2種類だともうそこから2勝ぐらいしかできなくてでやっぱり2種類だと苦しいと。 でもう1つ何か覚えようっていうことでフォークボールをやろうっていう毎日触ってましたねボールね最初ちょっとスプリット系みたいの投げてみたらどうって言われたんだけど力がないのでこの皮のところでやるとね全然引っかからないんですよこれも違うなあれも違うなってずっと寮の部屋で触ってたらたまたまパッとやった瞬間にこうやって両方にかかったんですよね。この時に 今でも忘れないですけど、いけるかもって思ったんです。こなん、えー、でかって言うと、力が力が抜けるんだけど、はい、しっかり握れてるんですよ。深さもちょうど良くて、はい、これが浅いと全部フラフラするんですけど、えーこ、これぐらいの深さで握ると、結構リラックスしながら、う力うまく抜いて、パッとこのリリースのところだけやっぱ力入れるとバッターも ちょっと綺麗を感じてくれるみたいなのでそれに近いボールじゃないと多分無理だと思ったのでちょうどテレビの前でやってて今でも忘れないですけど初めて次の日がめちゃめちゃ楽しみになりましたねだから落ちるかどうか分からないんですよでも多分落ちるだろうなと思って触っとくもんだなって思いましたねねボールはね皆さん、そうやってこう自分のしっくりくるところを。 見つけるそうですねだからかそれまでは毎日、ね、練習はしたりはしてたんですけどう、はい、こうスプリットやってもなんかねちょ落ちてるんだけど、はい、なんか勢いがなくて落ちてるだけで<ー>変化させてるっていう感じじゃなかったんで、えー、イメージとしてはある程度ストンって落ちる感じのやつが欲しかったんでんしっかり握りたいっていうのがあってだから今でも多分この深さが多分一番しっくりっていうところですね。 わあこの深さだそうです。でもその翌日が楽しみっても最高ですね。そうですね。それを覚えて一発目が完封したんですだから。い。やだからその四年目ですよね。その一発目よね。六完封そして十一勝。ただ防御率がひどいでしょ。三点八八ぐらいなんですよ。八七か。あそうですね。八七。普通六完封したら防御率一点台ぐらいなんですよ。あこれどういう三分の一回転王が入ってるそこに。 れなくくついてるんででですすそこここしたねねうはまった時はいいんだけどはまらなかったらもうぽこぼこだったんで漢方のやつクローズアップされるのはありがたいんですけどでもそこから97年までですよね11年連続で2桁勝利ていうのがその後にだからやっぱりもうちょっと安定したいなっていうので一生懸命投げるだけじゃだめだともうちょっと力抜いて力抜いてコントロールとか。 でコントロールしたところから変化球とかって、うん、やっぱりワンセットの練習とか、うん、それまでは単に投げてるだけだったので、うん、で、まあ、ある程度長いイニング投げれるようになってその次の年に16完投ぐらいできたんですよ、はい、5年目5年目でしょ、はい、これがすごい自信になりましたね<ー>13勝1の16完投できたっていうのがすごい自信になって、うん、9回まで投げたら、まあ、ある程度ビハインドでも、まあ、打ってくれるっていう。 自分が辛抱しとけばね、はい、まあそういうのもいろいろ経験させてもらって、うん、辛抱するしかないんです、うん、僕ら打席にも立つわけじゃないし、うん、辛抱していると絶対答えてくれたんで、えー、答えてくれたから辛抱できたっていうのもあるのでバランスだと思うんですけどす、ねはい、結構いけるかもっていう実感はちょっとありましたね、うん、次回はその星野さんの投球が、はい。 バッターにはどういう影響を与えていたのかというところもちょっと相手バッターですか。相手バッターに。なるほど。そんなお話をもバッターどうなんでしょうかね。はい。はい、してまいりたいと思います。まということでありがとうございました。ありがとうございました。今日は新興、えー、エンジンであるフェノンスポーツゼロに来ました。オビックラブベースボールメディアで、えー、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れたと。 酸素カプセルで、癒しましょう。じゃあね。一社だわ。セノンスポーツゼロに、スピードガンが導入されました。百一。百七。百十いきます。百十一。ピンピンピン。